えって自動運転とな。前回はプロコースをプログラミングしましたね。ちょっと対戦相手を見ていただけますか。もう力強いアクセルによってコースをものともしない動きをしていますね。うん、観察しましたよ。これでいいのかい。もう一回確認した方がいい。うん、壁にゴン。まっすぐ進んで壁にぶつかっちゃってます。ちょっと強引。ちゃんとコーナーでは曲がってほしいですね。ということで今回はこの直進するだけの車の動きをコースに合わせて曲がれるようにバージョンアップさせましょう。言うならば自動運転 AI です。昨今話題の自動運転に対して子供が興味を持ってくれるような自然な切り込み口、確認しやすいように対戦相手の車にカメラがついていくようにしましょう。ここの連結を外しの対戦相手の方に確認。わー、操作できない。相手の車にカメラがくっついている。その視点になるっていうのはこんなにも恐ろしいことなのかと。壁にぶつかりに行ってるのがよくわかる。さあどうやって映すんでしょうかね。コースに合わせて曲がるプログラミング。まずは最初のコーナーを自動で右に曲がれるようにしましょう。どうなったら右に曲がるのかが重要。車の目の前に壁があったら車に曲がるようにプログラミングします。触っているセンサーのドン。触っているはセンサーだね。触っているセンサーも大活躍だな。設定で大きさの Y を 0.4 メートル。連結面を Z プラス、連結先を Z マイナス。プラスの方向からマイナスの方向へか。これで車体を囲うようになるのかな？上から下だもんね。で、車の上から下に向かって連結するから、ってことかな？これを繋げますと、ハンドルポートに繋げる。これで壁が目の前にあったら触っているセンサーが壁に当たったら右に曲がる。え？そうなの？本当に？嘘ついてないよね。おお！常に右に曲がっている。右にしかハンドルを切らない。さて続いては左にも曲がれるようにしたいところさんですが、触っているセンサーがいつ反応しているのか分かりやすくしてみましょう。数月物ノードを呼び出して、数月特殊なこと、数月だね。これちっちゃくして置いておく。設定変更、見える動く、整数桁1桁にして、大きさは Y0.4。 うんうん、これを車に連結すると、まあ、車を追いかけるように数字が表示されるわけだよね。触っているセンサーと数付きも、つなげると。触っているセンサーノードン君からシグナルが出力されているか表示すればいいんですね。あー、じゃあそうか、触っているっていう判定がなされた時に、プラスの整数を出力するから、それは車のハンドルに表示されるから右整数方向に対して舵を切るっていうことかな。ポールさんによろしく伝えてください。触っているセンサーが出力している数をゲーム画面で見られるように。ってことなんじゃないかな。数字がでけえ。壁に近づくと数字が変わる。お、1になったね。そして離れると0になると。あ、触っている個数を判定してくれてんのか、これ。だから一瞬つなぎ目のところで複数の壁に触れているときは2って出るんだね。ああ、なるほど。いくつ触れてるかが表示されてるのか。じゃ、たくさん、物がたくさんあるところの方がカーブがきつくなるってことかな。こんな風に見えない数がゲーム画面で見えるようになります。デバッグのお供ですね。この数付き物ノードはあくまでプログラミングのお手伝いなので、このゲームが完成するときにもさよならします。うん。大事な存在だね。自動で左右に曲がれるようにプログラミング。左右に曲がれるようにするには、触っているセンサーを車の前に2つつきます。車の左前には、右に曲がるための、右前には左に曲がるためのセンサーをつきます。脳みそみたいだね。まずは、今触っているセンサーノードの連結を変えて少し左にずらしますよ。ちょっとだけずらす連結ってどういうことなんだ？
左に動かします。気流のモノノードを呼び出して車ノードの前、気流体間に気流体を挟むのか、そう、能量的なものを挟む的な感じ。気流体をドーンと設定を変更、動くだけをオンに、見えないし当たらないし、連結面を Z プラス、間にこれがあるから、どうしても触っているノードン君は、あれかい？その車の真正面には表示できなくなる的な感じかな？触っているセンサーの設定を、X マイナス、X プラス。ほえー。これでいいのかい？え？逆でした。X マイナス方向から、X プラス方向へ。ん？これ右側じゃないのか？わかんねえ。あ、でも車反転してるから逆向きでいいのかな？玉のモノノードに連結をすると。ああ、そうか。玉のものの方に連結してあるのか。確認すると。あ、左前にちょっと見えますね。まあ、若干見えづらいですが。なるほどね。今度は左にも曲がれるように。だから触っているセンサーをコピーして、こっち側に置くと。で、連結面は反対かな？ X プラス X マイナス。これで、玉に接続して、ひぃ、右側の壁にぶつかるんですね。そして、この触っているセンサーノードの出力を左に曲がるために使いたいんですが、それはプラマイ反転じゃないの？左に曲がるためにはハンドルポートにマイナスの数を入力しなくてはいけません。右に曲がるときはプラス、左に曲がるときはマイナスだよ。触っているセンサーノードの出力をマイナスにするためには、計算ノードを使います。引き算でいいの？その辺、俺のなんか、考えとどんどんずれていくね。軽いのハンドルさばきを計算いたしましょう。ハンドルポートをまずは外して、あ、そうか、これも、ブレーキと、アクセルのやつと同じパターンか。左側にある触っているセンサーノードの計算ノードの、1ポートに。これがプラスだからってことだね。センサーノードを、これを、こっちへ。そして、出力された結果をハンドルにつなげると。バッチリ。ハンドルポートに伝わっている数を数付きモノノードで表示するようにしましょう。これを外して、こっちをつなげるだね。ハンドルポートに伝わっている計算結果を伝えますよ。さあ、これで自動で左右に曲がるプログラムが完成しました。目に焼き付けていきましょう。さあ、加速せよ。何も触れていません。プラスに触れています。マイナスに触れています。触れています。操作していないのに、勝手に曲がってくれます。おー、なるほどね。でもこれ、曲がらずに直進してる時の方が早いんだよな。多分。その辺ちょっと切ないよね。頑張って作った AI より、このコースの作りの関係で何もしない方が早いっていう。自動運転 AI の完成です。まあ当然これがもっと複雑にぐねぐね曲がるコースだったらね、そもそも直進だけではゴールできないだろうし、こういう AI があるというのは大事なことだよね。対戦相手から見る景色はこれで見納めですので、目に焼き付けたら戻りましょう。まあなかなか見られないからね、ゲームを作らないとこういう視点は見られないからね。カメラとの連結を外し、自分のところに戻すと。さあ、改めて見てましょう。ゆっくり追いかけてみましょう。おー、客観的に見るとちょっと新鮮。なるほどね。このデモ画面でこういう風に動いてたんだね。数字の数まで見られるっていうのがちょっと面白いね。コースに合わせて自動で動くプログラムだなんて。ワンダフル。これをものすごくめちゃくちゃ難しいバージョンでやってるのがその自動車の自動運転ってわけですね。まあ、めちゃくちゃ難しいなんてレベルじゃないでしょうけどね。これと比べたら。まあ、ゲームとしてはこのシンプルだけどちゃんと曲がってくれるっていう動きは、これもすごいことですよね。車の自動運転 AI をプログラミングしちゃいました。何かを自動で動かす。これぞプログラミングの醍醐味。確かにね、そういうのやりたいよね。プログラムをやる以上は。カウントダウンをプログラミングしますよ。
それでは次のステップでお会いしましょう。なかなかいい感じじゃない？風付きモノノードでデバッグデバッグっていう言葉が出てるね。さて、6話。お、まだ見たことないやつ出てきている。あれ？見たことあったっけ？このなんかすごい目がガンリマリのこの子はまだ見たことないような気がするね。スタートして瞬間濃度になったかな？楽しみですね。こんにちは。前回は自動運転 AI をプログラミングしました。自分でプログラミングした AI との対戦。これは燃えますね。今回はスタートの緊張感を高めるカウントダウンをプログラミングしていきましょう。ではプログラミング画面へ、ゴーゴー。3、2、1、ゴー。今回だけゴーがテンション高いんだよな。ゲームが始まったらカウントダウンが始まるようにしたいのですが、そのためにはゲームが始まったことを伝えるノードが必要です。そこで出てくるは、スタートした瞬間ノード。入力、ゲーム内変化、スタートした瞬間。ここにあったよね。出たね。僕、スタートした瞬間ノード、ゲームの始まりを教えてあげるよ。でんでてん。あとは、よろしく。スタートした瞬間ノードは、ゲームの始まった瞬間だけシグナルを出力して、その後は何も出力しなくなります。始まりの一瞬に全てをかける。それがスタートした瞬間ノード。もうダメ。もうスタート した瞬間から瞬が過ぎてしまったわけだな。3カウントのエフェクトノード。あ、エフェクトノードで出せるんだ。特殊エフェクト、3カウント。なんでもあるね、エフェクト。はい、どうも。カウントダウンリブをやらせていただきます。3、2、15ダイブ。これは受けませんね。次はゴーヤで。いちご大福となんかゴーヤをかけてんのかと一瞬思ったんだけど、つなげばカウントダウンが始まるようになります。が、ゲーム開始直後に心の準備をする間も欲しいので、タイマーノードを使ってカウントダウンタイマースタートまで一呼吸置くようにしましょう。ほうほう。タイマーで一呼吸置けると。またアポなしでこちらにも心の準備というものがだね。そう、プレイヤーの心の準備のために タイマーノードの力が必要なんだ。そうなんだよね。ボブ博士がなんか完全に言いまかしてる感じがいいよね、これ。おぉ、フライング気味ですけど。カウントダウンちゃんと始まりましたね。けど、対戦相手の車、カウントダウンなんて無視して走り出しちゃってます。これはいけませんね。ウェクトをプログラミングした時は誰も待ってくれないのです。カウントダウン中は車が走れないようにプログラミングしていきましょう。まずはどれだけの時間車を動きなくするかをプログラミングします。タイマーの1秒とエフェクト3カウントの合わせて4秒かな ?3 カウントなのでカウントダウンが始まってから3秒待つのが良さそうですね。タイマーノードを呼び出して、え？またタイマー？はい、タイマーさん。設定を開いて、何秒後に出力するか。あ、何秒後っていうのできるんだ。3秒後に出力するのね。2つのタイマーノードをつなぎます。おう。カウントダウンが終わったことは、フラグノードに覚えておいてもらいます。はぁ、あ。フラグでカウントダウンが終了したフラグをオンにすること。カウントダウンが終わったらフラグを起こす。このフラグノードの出力はこの先いろんなところで使いますので、おぉ、ワープで。これはスタートの S とかで整理するっていうのが、やりそうな感じだけどどうなるかな。設定オープン。C でいいのか。まあ、これは順番通りだね。でもここだけで見ると、ワープ入り口はなんか初めて使ったように見えなくもないからね。忘れて A にしておくと大変なことになるね。次は、車がカウントダウン終了まで走れないようにプログラミングします。車でカウントダウン終了までアクセルポートにシグナルが入力されないようにしましょう。まずはカウントダウンが終了したかどうかを受け取れるようにします。つまり C ポートでフラグがオンになっているかを受け取るってわけね。ワイヤー出口を出して、まずは設定を C にしましょう。だね。はい、OK。こちら出口 C、カウントダウン終了を伝える。どうぞ。このワイヤーワープ出口ノードはカウントダウン終了までシグナルを出力しません。そうだね。フラグがオンにならないと出力が、受け取れないもんね。シグナルを出力しないということは数は0なので、アクセルポートに入力されている数と掛け算すれば、
カウントダウン終了までアクセルポートにシグナルは入力されません。ん？アクセルポートに入力されている数と掛け算すれば？そういうことか。うまいな。そうか。だからシグナルが入力されていない状況ってことは0が出力されているようなもんだから、掛け算で何かの数字かける0ってやると、掛け算の結果必ず0になるから、アクセルを押しても反応しなくなるってわけか。はあ、なるほどね。ってことでいいんだよね。だから得意に納得って言ったけど、違ったらちょっと恥ずかしいぞ。掛け算の入れてと。よいしょ。出口と X の1をつないで、引き算の計算結果、あ、これか。これを、そうか、車のアクセルとつなげたやつが外れてるんだよね。これを2につないで、かけるの計算濃度を、車濃度のアクセルポート、よいしょ。これでカウントダウン終了までアクセルが効かなくなりました。確認しましょう。ほらー。押しても動きません。お、でも終わったらちゃんと走れるようになるね。これを相手も同じようにすると。さて、対戦相手の方はシンプル。定数ノードンをおさよならしてしまいましょう。はい、バシ。で、ワイヤー出口 C でいいんだったよね。C のカウントダウン終了フラグを、まあ、カウントダウンの C っていう風にも言えるか。これをアクセルにつなげるだけで、OK。なるほどね。カウントダウンが終わった瞬間に定数の多分1かな ?1 あたりが入力されるから、それがアクセルにそのまま踏み込まれることによって車が動き出すというわけだね。こちらは操作を、こちらが任意に、主体的にやるわけではないから、そのコンピューターの挙動に任せることができるわけだ。はい、行きましょう。先生は全注目。動きませんね。おー、それっぽいね。ちゃんと待ってくれてる。では戻ると。ではこれでステップ6のクリアです。なかなかいいね。今回はスタート前の緊張感高めるカウントダウンをプログラミングしました。やってることはシンプルなんだけど、ちゃんと見た目それっぽくなるっていうのが、なんかその老舗プログラマーたちの知恵が集約されたような感じがしてていいよね。なるほど、こういう風にすればできるんだなっていう、その普段プログラムを触らない人だと気づけないようなことをね、教えてもらってる感じがしてとてもいいね。他の人にゲームを遊んでもらうためのプログラム整理をしていきますよ。それでは次のステップで。さあ、あと2ステップ。ということは8でまた、あなた色に染め上げてねっていうパターンかな。ずるい？隠しワープ。なんだと？ 2、1、GO!こんにちは。ちゃんとカウントダウンまで待ってたんだね。前回はスタートのカウントダウンをプログラミングしましたね。レースゲームとしてはもう十分完成なように思いますが、今回はさらに隠しギミックとプログラムの整理をしていきますよ。隠しギミックをプログラミングしましょう。そこ大事か。どんな隠しギミックをプログラミングします？くするかと言いますと、この後ろの方がすごい意味深だよね。バックしたらなんか前にワープするとかじゃないの？ですよね。このショートカットがあれば簡単にゴールできる、いわば裏技です。え？なんでそんな裏技を作るのかって？絶対に勝てるようにするため以外にも、素早くゴールして、そのゴール先のね、デバッグを兼ねているとかっていう言い訳もできるよね。裏技った方が楽しいじゃないですか。そういう問題かい。モノワープ入り口ノードンを呼び出してください。モノ。引力からモノワープ入り口。攻撃系のペルソナ君だね。何十世界の技を要求する。それまさにプログラマーの子と言えよう。設定を開きまして、見えるをオフにしましょう。見えちゃってたらな。ダメだもんね。で、車だけをワープできるようにさせると。OK。私の力で車を悪空間へと誘うのは、これ、力持つ者の子。目印にいろんなおしゃれのリング。リングは、丸いだったっけ？いろんなか。いろんなって言ってるわ。これを重ねてと。設定を開いて、見えるだけで、Y の高さを、1か。1でいいのか。1を 0.6 メートルにしまして、X 軸の回転を90度。
だからちょうどそこの輪っかを通り抜車が通り抜けられるような向きにするわけだね。で、ワープ先。あれ結構中間点だな。モノワープ出口、入り口、出口、ノード。何言ってんだ。相手バフのペルソナ。悪空間の彼方より何十の望むものを失礼させて死んでる。死んでるよ。見えないようにしといて。オッケー。これで隠しギミック完成です。こっから出てくんの。まっすぐバックすればバフできますよ。おらーおらーあんまり速くなってなくないか、これ。自分でゲームをプログラミングすれば、この風に自分の好きな裏技こっそり入れられちゃいます。じゃあ他の人に遊んでもらうための整理をしましょう。プログラミングしているときは分かりやすくても、完成形にはない方がいいものを消していきます。この裏技もそうなんじゃないのか。ああ、そうか。数付きものノードをまずは消して、左の触っているセンサーノードの設定を開いて、ああ、そうか。これは右側もそうだったよね。オッケー。これで相手の車、そうだね。何もなくなったね。オッケー。ではこれで、ステップ7のクリアです。やったぜ。今回は隠しワープの裏技を作ったのと、他の人に遊んでもらうための整理をしました。これでエキサイトレーシングもほぼ完成です。次は最後の仕上げ、いつものかな？エキサイトレーシングをポールさんの色にしてくださいね。いいのか？俺の色は結構汚いぞ。